政治ジャーナリスト鈴木哲夫さんに話を聞きます。やっぱりこのアベノミクスを含めてですね、はい、経済が、まあ、なんとか頑張ってくれるだろうと、で、まあ、数字も実際に株価どん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 、まあ、回復してきましたしね、はい、そういうところへの期待っていうのはやっぱり安倍政権の基本だったわけですよね、はい、その、まあ、アベノミクスっていうのは実はまあ大企業とかですね、はい、そういうところにはまあ非常にこう良くて、なかなかほらあの地方にはそのお金う、ね、降りてこなかったし、個人もなかなかそのじゃ給料がとんでもなく上がったかというと、中小企業の人なんて勤めてる方なんてほとんど給料が上がらないというね、これが下がってきちゃうと全てやっぱりお政治のせいだっていう空気に一気に変わるわけですよ。消費税をね、もう一回凍結して選挙をやるなんていうことを考えざるを得なくなる可能性ありますよね。経済だけがね、どうもやっぱり、ここがやっぱりウィークポイントになってますね。はい。